目が覚めた？ここはどこだ？町よ。それもごくごく普通の町だ。どこのだよ。少なくとも俺の家の近所じゃねえな。さあ、知らないわ。つかお前ラケルなのか？なんでお前とこんな知らない町にいるんだよ。そういう仕様だからよ。は？深い森でも戦場でもなく、こういうありふれた普通の町でイベントは発生するものだわ。あなたならよく知っているはずでしょ、ナオト。いやいやいや、俺はお前が何の話してんだかさっぱりわかんねえんだけど。常識みたいに話してんじゃねえよ。説明をしろよ、説明を。なんだおい、ラケル、それ頭の上のハートマーク、何なんだよ。これかしら。これは、動揺するナオトって可愛らしいわね、ゲージよ。はい？聞こえなかったのかしら。それとも理解するだけの知能がないのかしら。これは、動揺するナオトって可愛らしいわね、ゲージよ。ああ、突っ込みたいところはいろいろあるんだけど、とりあえずだな。ゲージってのは、あれか？ギャルゲーとかでよくある女の子の気持ちとかテンションとかを確認するための。ようやく理解したようね。さすがはギャルゲー男と異名を取るだけはあるわ。誰がギャルゲー男だ。違うわ。でもあなたの友達がそう呼んでいたわ。それともギャルゲーは嫌い？いや、その嫌いっていうか、その前にお前の口からギャルゲーって言葉が出てくることを受け止めきれねえっていうか。嫌いではないのね。なら好き？好きじゃねえよ。興味ないの？まったく？まったくってわけじゃ。そりゃ少しだけあるっちゃあるかな。そう、よかったわ。なら話が早いもの。ああ、話が見えねえ。そもそもなんで急にギャルゲーの話なんか。ちょっと待て、お前さっきイベント発生とか仕様とか言ってたよな。飲み込めてきたよね。そうよ、あなたはどうやらギャルゲーの世界に迷い込んでしまったようなの。そうよ。じゃねえよ、飲み込めるか、んなめちゃくちゃな話。めちゃくちゃだろうと、そういう設定なんだから仕方ないでしょ。設定とかも言うな。もう、いちいちうるさい下僕ね。あんまり文句ばかり言うと、この世界から抜け出す方法を教えてあげないわよ。抜け出す方法あるのか？あるわ。この世界から抜け出すためには運命の女の子を落とさなければいけないわ。あ？何度も言わせないで。この世界から抜け出すためには運命の女の子を。いや、分かった悪かった、聞こえてる聞こえてるんだけど理解したくない。落とす？落とすって両思いになるということよ。常識でしょ？常識じゃねえし、お前が常識とか語るな。服着ることも知らなかった常識外れに常識知らずな吸血鬼がって。そうじゃねえ、両思いって。え、マジで？ええ、マジよ。おい、またハートマーク出てきたぞ。これは言葉に詰まるナオトって燃えるわ、ゲージよ。ちょっと待て、なんだそのゲージ。
このゲームそんな細かくゲージが種類分けされてんのかよ。どうやらそのようね。マジかよ、ないくつもゲージ管理しなきゃなんねえの。しかも今のところ出てきたのはどっちも攻略に関係あるのかすらわかんねえゲージだし、難易度高くね。ちなみにハートマークが出現する条件は不明よ。いつどうやれば出てくるのかわからないわ。じゃあ何か考えられる限りの好かれそうなイベントは全部抑えていけってことか。さすがに慣れているわね。そういうことよ。無理ゲーだろそれ。やる前から諦めるなんてギャルゲー男とは思えない弱音ね。ギャルゲー男じゃねえって言ってんだろ。とにかく運命の女の子を見つけて落とすことね。でないとあなたいつまでもこの世界にとどまらなければならないわ。そいつはごめんだな。でも運命の女の子なんてどこに行けば会えるんだよ。バカね、どこにも行く必要なんてないわ。どういうことだよ。ギャルゲーは主人公であるあなたがうろうろしなくても攻略対象の方から次々に会いに来るものよ。まあそういうゲームもありますけど。えっ、選択肢よ。いい機会だわ。試しにもう少しここにいるを選んでみなさい。おう。じゃあこれでいいのか。早速ね、誰かが走ってきたわ。きっと攻略対象の女の子よ。え？いや、そんな急に来られてもそれはそれで困る。おい、結構立派に大人な女の人が来たんですけど。ちょ、あなた、そこ、どいて。何もないところで見事に転ぶ。これがドジッコ属性というやつね。あいった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 。もうどいてって言ったのに。すいません。あんまりにも急で頭も体もついていけなくて。あの、大丈夫ですか？お尻思いっきり打っちゃったじゃない。ねえあなた。打ったところどんな風になってるか確認してくれないかしら。え、いや、あの、おいラケル、これがイベントなのか。ラケル、何をしているの。早く答えなさい。せっかくの初イベントでしょ。何物陰に隠れてんだよ。こっち来い。俺を一人にするんじゃねえ。あなたバカなの。私がそっちにいたらあなたのサポートどころじゃなくなるでしょ。大人の女の人が怖いんならそう言えよ。つかこの状況で放り出されたら俺だって怖いわ。ねえ、何してるの。早く見て。いやお姉さん、さすがに俺が見るってのはまずいんじゃないかと。え、俺ってあなた男の子。あげ、キャー、ああすいません。やっぱり彼女はドジッコ属性キャラね。こそこそ隠れたまま分析してんじゃねえ。ごめんなさい、男の子だなって思わなくって。ああ、いえ、大丈夫です。俺は大丈夫です。安心してください、見てませんから。本当にお見苦しいものを。とんでもない、すごく綺麗なお尻でした。え、あ、いや、見なさい、
彼女の頭上にハートが出たわ。今度は何のゲージだ？あれは年下とか全然興味なかったけど、ちょっといいかもしれない。お姉さんの魅力でちょっと遊んじゃおうかしら。もちろんドジっ子のふりをしてね、ゲージよ。またふざけた名前のゲージ持ってきやがって。怖えよ。めちゃくちゃ狙われてるし、めちゃくちゃ計算されたドジっ子じゃねえか。本当にごめんなさいね。お詫びに、この先の立ち飲み屋で一緒に一杯いかが？お姉さんがおごってあげる。いや、俺未成年なんで、お酒はちょっと。あら、そうなの？じゃあ違うパイはどうかしら。お姉さんの2つの柔らかいパイを。失礼します。びっくりした。なんなんだよあのお姉さん、急に変なゲージ上がるし。年下とか全然興味なかったけど、ちょっといいかもしれない。お姉さんの魅力で。まあ、それそれ言わなくていいから。つかゲージの名前があのお姉さん専用すぎるだろ。それに俺何にもしてねえのに、なんで上がったんだよ。それがギャルゲーというものよ。深く考えたら負けるわ。ああ、負けるんだ。ところで、結構走ってきたはずなんだけど、さっきと周りの景色ほとんど一緒じゃねえか？それもギャルゲーならではよ。深く考えたら負けだと言ったでしょう。はいはい、もう好きにしてくれ。ナオト、油断しないで。気を抜いているとすぐに次の女の子に遭遇するわよ。また？で、目の前には分かれ道と。どっちに行くか。選択肢が出てきたわね。選んで、ナオト。やべえ、運命の分かれ道じみてる。じゃあ右で。いった。痛い。悪い、大丈夫か？ほら、手。なんだ、ラケルにそっくりなこの子。なんか。どうしたの、ナオト？わかんねえけど、この子の顔見た途端、なんか心臓がバクバクうるさくなって、なんとなく息も苦しいような。もしかしたら出会ってしまったのかもしれないわね。あなたの運命の女の子によ。この子がか。また心臓が。しっかりしなさい、ナオト。彼女が運命の女の子なら、彼女と相思相愛にならなければこの世界から脱出することはできないのよ。そこだよな。運命の女の子とか冗談じゃねえと思うけど、ずっとこの世界にいるわけにはいかねえしさ。だからってこんな会ったばっかりの子と相思相愛になれってどうしろって言うんだよ。ナオト、恋はするものではなく落ちるものよ。ドヤ顔してんじゃねえ。ああ、もうどうすんだよ。告白でもしろってか。いい案ね、やってみましょう。はあ、おい、俺は元の世界に戻りたくないの？戻りたいです。
くそ、わかったよ。やればいいんだろ、やれば。そう、その息よ。やけくそって言うんだよ。そのなんだ、あんたに話があって。俺、何をしているの、早くしなさい。うるせえな。あとまた隠れてんじゃねえよ。てめえとほとんど同じ顔だってのに怖いのかよ。私のことには構わないで。それより早く言いなさい、告白しなさい。そうすればきっと彼女のゲージも上がるはずよ。ゲージはどうでもいいから早く俺を戻してくれよ。俺、実は俺、君のことが前から好きだったんだ。ハートマークだわ。これは、このゲージは。ならばすぐさま地べたにひざまずきなさい、ウジ虫。え？聞こえなかったようね。なんて愚鈍な虫けらなのかしら。いいえ、虫けらよりも粗末な反応。もしかしてあなた、グズかしら。ダケルさん、これは？どうやら彼女のゾクゾクするほど S 魂をくすぐるわね、この男ゲージが上がってしまったようね。なんだよそのゲージ。ギャルゲーにそんなゲージがあるか。この世界にはあるのよ。そう言われたら何も反論できないな。あら、あなた、この私に口答えするつもり？間抜け顔の割にはいい根性しているのね。それとも私の言葉を理解できないほどの救いようのないおバカさんなのかしら。やばいやばい、なんだこの子の妙な威圧感。おいらから次行くぞ。なんかこの子危ない気がする。選択肢出現の音。次の分かれ道どっちにするかって選択か。なら今度は左だ。終わり。大丈夫か。あ、ほら、ってまたお前か。またお前とは随分なご挨拶ね。私はあなたと会うのは初めてなのだけれど。何言ってんだよ、ついさっき。待って、ナオト、この人はさっきの人とは違うわ。は？どこが？どこがとははっきりとは言えないけれど、でもどこかが違う、それは確かよ。おい、選択肢の中にさらっと答え出てきたぞ。そういうことだったのね。彼女とさっきの人はそっくり同じ顔を持つ双子。さあ、早く二つ目の選択肢を選びなさい、ナオト。もう突っ込まねえからな。うわー、間違えたー。バカね、何をしているの。しょうがねえだろ、焦ってたんだよ。まったく、しつこい男ね。なんだよこのどす黒いオーラ。まずいわね、なんだか嫌な予感がするわ。一旦引きましょう、ナオト。わかった。ここで選択肢？なんだこの選択肢は。どちらかを選んで、ナオト。
どっち選んでも同じだろう。でも選ばないと。俺まだ選んでないんだけど。まさかタイムオーバー。制限時間あんのかよ。よく逃げなかったわね。褒めてあげるわ。ひっ、増えた。双子の姉妹が揃ったのよ。分かってるわ。つかこんな怖い子二人も同時に相手できるか。私のことを騙したのね。姉と妹どちらを愛しているの。私よね、私よね。どっちがどっちだよ。そもそも俺どっちも愛してねえから。落ち着きなさいナート。冷静に考えるのよ。焦ればまた間違いを犯すわ。ああもう迫ってくるやつとアドバイスするやつと全員が同じ顔なの。混乱するからやめてくんねえかな。選択肢きた。またそれか。どうしてもこのイベントをさせるつもりか。あと右とか左とかってもしかしてあいつらの立ち位置のこと。右が私よ、左が私。だからどっちが姉なんだよ。ナオト、選択肢が出るということは選べば状況が変化するということ。とにかくどちらか選んでみなさい。どっちかってんな適当に選べるかよ。下手したら命の危機だぞ。姉と妹どちらを選ぶの。どちらを愛しているの。私よね、私よね。選んでまたタイムオーバーになるわ。こんなにも強引に迫るなんてきっとゲームのクリア条件なんだわ。どちらかがあなたの運命の女の子なのよ。くそ、ゲームだって言われてもそんな簡単に運命の相手とか純情な高校生に選ばせるんじゃねえよ。どっちだ。どっちを選べばいい。どっちを選べば俺は帰れるんだ。さらに選択肢が出てきた。三つ目の選択肢。それだわナオト。どうにでもなれ。俺は三つ目の選択肢を選ぶ。空を見上げてナオト。おう。お前、あれ、また知らないところに来ちゃった。ここどこだろう。お前、ハルカ？ん？私のこと？いや、その別人だよ。悪い、幼馴染にすげえ雰囲気が似てたから。そうなんだ。私セリカ。あなたはこんなところで何してるの。何って今ちょっと双子の姉妹に追われてて。双子の姉妹？でも誰も追ってきてないみたいだよ。マジか。どうやら本当のようだわ。双子の気配がしない。ナオト、あなたの選択は正解だったみたいね。そうか。よかったんだか悪かったんだか、とりあえずまた振り出しに戻ったわけだ。大丈夫？疲れてるみたいだけど、手伝えることがあるなら手伝うよ。なあ、ありがとな。でも大丈夫。ナオト？おい、どうなってんだラケル。また心臓が。まさかこの子もなの。ナオトって結構運命の相手が多いのね。
ゲームなんだろ？俺の責任じゃねえよな。何？どうかした？選択肢？いや、でも表示されてるのは一つだけだぞ。これを選ぶしかないってことか？そうだと思うわ。でもさっきのように新しい選択肢が出現する可能性もあるから、このまま少し待ってみるという手も。いや、選ぶ。ナオト、いつまでもこの世界にいるわけにはいかねえ。俺にはやらなきゃいけないことがある。そうだろ、ラケル。そのためにもこんなふざけた世界はさっさと抜け出す。セリカ、お前が俺の運命の相手だ。誰が運命の相手だって？あ？すげえ怖い感じのお兄さん出てきちゃったぞ。おい、セリカと付き合いたいだと？てめえバカか。バカじゃねえ、俺は本気だ。だったら力ずくで来やがれ。望むところだ。後悔すんなよ。覚悟はできてんだろうな。当然、俺はお前に勝ってセリカと相思相愛になる。私と相思相愛？ちょっと待って、急にそんなこと言われても困っちゃう。どれだけ困られてもなってもらう。でないと俺が困る。でも私一応好きな人いるし。ああ、だから。ん？好きな人？うん。ちなみに聞くけど、俺じゃない人？うん、もちろん。いいのかよそれ。そんな設定の女の子も出てくるギャルゲーなのかこれ。ギャルゲー？何のこと言ってるのかよくわからないけど、そもそも私とあなたは今日初めて会ったんだから、それなのに相思相愛だなんて無理無理。それじゃあね。え？ちょっ、言ってしまったようね。どうすんだよ。あー、なんていうか、あー、悪いな。うちの娘がその盛大に振っちまったみたいで。いや、そんな心底気遣ってますって顔されるとむしろ余計に気まずいんだけど。まあその気落とすなよ。女なんて星の数ほどいるしな。あの、だからな、このまま放っておくのもなんだしさ、これやるよ。じゃあな。ナオト、大丈夫？ああ、ナオト。悪い、あんまりにも展開早くて。え？俺振られた？この場合どうなるんだ？残念だけれど、ギャルゲーにおいて一人も攻略できなかった場合はバッドエンドとか。マジかよ。そういえばさっきの目つきの悪い男から何か受け取っていたようだけれど、何を渡されたの？ああ、これなんだ。これリセットボタン？最後の手段ということね。ナオト、どうするの？そりゃこうするだろう。爆発！
やる気、こんな雑にリセットするか。ここはどこだ。